こんにちは、かなめしゅーるです。本日は傘のシェーカーモールドを使ってちょっとこう夏初夏っぽい初夏っぽいシェーカーを作っていきたいと思います。レジン液はレジン堂さんの新明鏡止水と刹那コート剤はですね、最近星の雫のコート剤のグロスタイプを使っています。久しぶりに宝石の雫のカラー剤を出して、この色でくすみカラーなんですよね。これでちょっと色付けをしてみたいなと思います。で、今日のねメインはシェーカーの表側に金魚を入れるっていうことと、金魚鉢みたいにしたいんですよね。このデザインフィルムの赤い金魚と黒い金魚、デメキンかな、ちっちゃいサイズのやつをカットして封入していきたいと思います。水草とね、雰囲気がいい感じの水草と、この波紋ですね、水面のうつうつの柄が入ってて、これ両面綺麗なデザインフィルムなので、どちらからも透けていい感じに見えるようですね。この波紋を、いつも波紋はモールドでね、ぐるぐるこうデコボコに作る感じのを今までは使ってたので、このデザインフィルムでフラットな感じの波紋にしていきたいと思います。もう今日はですね、中にアジサイのお花を閉じ込めて、表面はね金魚を入れて、中にアジサイのお花を入れて、こう両面から楽しめる感じのシェーカーになったらいいなと思っています。でちょっとこうクリア感を残しつつ中も外側の金魚も楽しめる感じにできたらいいなと思って、すごくちょっと時間かかる作業をしてたので、倍速で見てください。30分近いんですけど、2倍速で見たら15分で終わると思うのですいません、よろしくお願いします。ちょっとこの傘をですね、金魚を入れるので金魚鉢風に見せたいなと思って、こう金魚鉢、そう逆さ向きなんですけどフリフリしたね金魚鉢の感じに作りたいなと思っています。で、今日は宝石の雫のこの透明感を生かして色をつけたいなと思って、せっかくなのでね、透ける感じにの作品に仕上げたいなと思っています。あといつもちょっとこう傘って感じのシェーカーはちょっとポップな雰囲気に仕上げがちなんですけど、今回はこう大人の人も持てる、まあ、おばさんも持てる、私も持てる感じの、ちょっと大人っぽいシェーカーにできたらいいなと思って色付けをしています。このモールド結構大きさがあるんですよね。なのでちょっと躊躇しがちなんですけど、今日はねちょっとオイルを入れてみたいなと思って、金魚なのでちょっと水分を入れてあげたいなと思っています。でちょっとキラキラさせて、透明感は透明感だけど、キラキラさせた感じも、ただのねこうガラスチックじゃなくてキラッとした感じとお水感を出したいので、ちょっとこのプクプクな丸いビーズを入れています。金魚鉢の雰囲気を出したいのと、まあ、傘っていうところは崩したくないので、傘の先のところにこのつぶつぶの、なんていうのかな、これお気に入りのビーズガラスなのかな、あれ、それを入れて、ちょっとね色をブルー、中にねブルーのオイルを入れようと思ってる傘なんですね、こちらは。なのでフォルムをちょっとこう
はっきりさせたいので、色の手も手取ってのところとかをちょっと色付けしてみました。でこのね、表面は金魚鉢にしたいのでクリアで、まあ気泡入ってもいいかなって思ってるんですけど、水草がね可愛かったんですよね、チョイスしました。まあ、長さもお、なんか長すぎたら切ろうかなと思ってたんですけど、なんか雰囲気が良かったですね。あのシールタイプも持ってるんですけど、これはあのフィルム状の透明のシートの感じですね。毎年なんとなく金魚をフィルムとかシールとか買いたくなる。なんか一つは夏に一つは作りたい作品かなと思って、いつもね波紋をモールドで作ってたんですけど、このなんかこうプリントされてるうずうずもいいかなと思って、うるさくない、こうさらっとフラットに見れるので、あとプクプクの泡のプクプクもちょっと入れてみました。最近私は娘と一緒にあのたまごっちをしてて、一つずつ持って育ててるんですけど、結構手間がかかる。編集してる間もあの死なせたりしたら嫌だなと思って、おやつあげたり散歩連れてったりして、すごくなんかな、赤ちゃんの時の育児を思い出す。たまごっち娘のが時々なっててさ、いない時にさなってて、なんかちょっとおやつあげてベビーシッターに預けてあげたりとかして、ちょっとだけ手伝ってあげてる。なんか楽しいけど根詰めていく自分が嫌だなと思いながら子育てしております。なんかいい感じにちょっとあのこうなんかな、水槽っぽくなりました。でこれちょっとオイルを入れる穴がちゃんとついてて、水分を入れられるところが溝があるんですよね。で今日はね、あの頑張ってオイルを入れたいなって思っています。でバリも結構ついてたので、バリ処理をして表面もちょっと削って、そうなんですよ、電動のやつを買ったのにちっとも出さないというなんか取説もあんまり読んでないので、ちょっと余裕がある時に使ってみたいなって思っています。今日はちょっと手で削りました。いい感じにフレームができたので気を良くしてもう一色作りたいなと思って、2つ目まだ1個もできてないのでね、2つ目に取り掛かっています。色違いでね作りたいなと思って、1つはもうブルーにする予定だったので、こちらは超ほら赤い金魚鉢の赤い縁の金魚鉢があるじゃないですか、あれっぽくしたいので赤い傘をイメージしてこの粒々を入れています。これちょっと結構お気に入りの粒々で金魚といえばっていう感じで使ってるやつですね。ちょっとなくなってきたんですけど、どうしようあれも赤い別に赤い色でも良かったと思うんですけど、このこれがねガラスで透明感のあるビーズなんですよね。とこのシェル、このミックスのシェルがすごいお気に入りで、金魚といえばっていう感じで出してる、年に1回出てくるシェル、パウダーじゃないシェルですね。とあの透明だけどキラキラにさせたいので、このキラキラのフォローも入れています。宝石の雫の実りの方だと思うんですけど、あの赤っぽい色があったのでくすみカラーでね、それ可愛かったんですよね。で今年夏にほんと10周年になるんですよね、 YouTube。 要スイーツ始めたのが2014年の8月だったと思うんですよね。なので8月でちょうど10年になろうかって、すごいですよね、びっくりしちゃったびっくり、だから成長がなくってびっくりですけど、なんかこうじわじわっとゆるゆるっと続けてこれたので、なんか
良かったなと思って、見てくださる方がいるから続けてこれたっていうのがもう大前提のことなんですけど、まあ、ちょっと楽しみながら、まあ超なんかいろいろあった気もするけど、いろいろあったよね。でも楽しかったでも10年続けたからもういいかなって思う時も多々あるんですけど、まあ、ちょっと楽しめる時間があれば楽しみたいなと思っています。10年も本当よ、10歳の子が20歳になるんだもんね。びっくり。自分の感覚的には全然成長がなくて、まあ、年取ってるんですけど 10年もびっくりそれ考えたらびっくり。ですよね。レジンも結構長く続けてる方だと思うんですけどね、もともとね粘土が好きで、でレジンの方がひょっとしたら粘土よりも、あ、動画の本数どうだろう、粘土の方が多いのかなだからでも振り返ってみて、初期の頃に作ったようなやつを出してみても楽しいかもしれんなと思って、最近、いやあんまりね作るものとかはさ成長してないなと思って、好きなものとかが決まってるので、好きなものしか使わないし、好きな色しか使わないし好きなものしか作れないし、好きな色しか使わないし、でもともと要シュールってサブチャンネルなんですよね。もうなんかメインみたいに使ってるんですけど、メインが放置気味で放置っていうかもうほんと放置ですよね。なくすわけにもいかんかなと思いながら、まあもう本当にこちらがサブチャンネルっていう感覚で私はやってるんですけど、いやーね、サブのサブってセカンドチャンネルも作ってるけど、そっちがちょっと放置気味ですね。なんかバンになったりとかさ、まあ、なかなか赤バンとかならないんだろうけど、その対策として作ったりとかしたチャンネルですけど、そっちもちょっと放置気味なので、あんまりいろんなことがやれないよね。で10年というとこでなんか記念してやることがくらんで、なんかやることあるかな、なんかな、そんな、まあ、なんかプレゼント企画的なことはあのチームゆるしゅるさんの方でやってるので、大ピラにするつもりはないんですけど、なんだろう、なんかあったらご希望か、まあ、ご希望に応えてない部分が多いですよね多分ね。なんかあんまりお仕事としてとか販売とか、まあ、チャンネルもそうだけど、あんまり気負うことなくやってきたのが良かったのかもしれんなって思って、途中でなんか切羽詰まったりとか飽きたりとか、あ、これさ本当にフィルムが浮いててめちゃくちゃ焦りながら超絶焦りながら、あの仮硬化していました。で、あ、刹那が大好きで、結構レジン液、いろんなレジン液使ってきた。なんかほら新しく出たりとか、でもなんか最近あんまりあの失敗したくないし、レジン液高いじゃんそこそこね。なので、うん、ちょっとしたものを買うけど、もう特別なんちゃらかんちゃらとか、作家のなんちゃらかんちゃらとかいうのは買ってなくて、もう好きなレジン液だけしか使わない感じになってきたかな。ちょっとぷっくりさせる感じに仕上げています。こう割とこうフレームがカチッとした感じで出てくるんですけど、まあ金魚鉢のこう丸い感じを出したかったので、傘もね丸い方が、ぺったんこよりやっぱ丸い方が好きかな。なんで、で中のね、あ、もう超言い忘れたけど、このアジサイはあの固定しました。レジン液でこう貼り付けた感じ でお花さ、こうキーホルダーみたいにして下げた時に全部下にこう水の中に浸かってるからさ、オイルの中に浸かってると下に沈んじゃうかなと思って、
固定しました。なんか今でも要スイーツのあの粘土の方のチャンネル見てたよとかなんかこの間たまってかって、あの久しぶりに要スイーツの方を見たら懐かしいって書いてある方がいてありがとうございますと思って、すごいなんかもうすごい遠い過去に私の中でもちょっとこう過ぎ去った、あやってたなこんなことっていう感じに思う。でもこんなこと思いながら作ってたなっていうのはよく覚えてるんですよね。この時これ作ってた時こんな感じだったなとか、まあ話した内容までは覚えてないかもしれんけど、その時考えてたようなこととかはよく覚えてる。なんかよくさ、おばあちゃんたちとかがさ昔のことよく覚えてるとか言うやん。最近のこと覚えんけどよく人の名前が本当出てこんとか言うとさ、あれみたいに過去すごい覚えてるよね昔やったこと。コーンオイルの先っちょにインク用のなんとかな、先レジン動作のインク、インクっていうかな、カラー剤の先のこの管の先があるんですよね。先があるっていうか、その容器を買ってその上の蓋の部分だけをこれに取り付けて、同じサイズでしたちょうど。で先っちょがこの太い穴のところには入れられるので、これをまあさ、ま、魔法のオイルポチョポチョっとは出てくるけど、こういうとこに入れにくいじゃん、この刺して中に入れるっていうのが。なので中の先をちゃんと蓋ができるので、まあ傾けてなければ立てておけば、あこれさ一回なんか性格的にさ話をまとめて喋れん。このオイル青だけで満たしたけど、すごいなんか暗っぽく、自分が思ってるより暗っぽくなったので、ちょっと3分の2ぐらいにして3分の1透明を入れました。なんか全然作り方動画とかじゃないので、なんかでもさ作ってるところ見て、あ私だったらこうやって作りたいなっていう感じのになればいいかなと思って、全く同じ丸コピで私も私もみたいな感じのあるじゃん。なんかみんな同じ作品作って、同じ作品とか言って絵画同じような作品になるじゃん、やっぱり他の人の見て真似して作るとね。それじゃなくてこんな感じにできたよっていうのが、私はそういうのが見たいので、もう今もやっぱ昔もそう同じ感じで思ってしまう。みんなもこれどうぞって感じじゃなくて、こうやって作ったけどあなただったらどういう感じに仕上げるっていうのが楽しみで作っています。このねジャラジャラした感じのビーズが好きなので、雨粒とかこのアジサイのお花のこう集合体な感じとかできたらいいなと思って、もうそろそろ出来上がる頃です。はい、完成しました。あ先日この歯車が入った子たちを作っていましたが、またねこのキラキラのクラゲちゃんとキラキラのクジラさんとかを作りました。透明感があるシリーズを作って、まだちょっとこれ仕上げてないんですけど、ね、可愛く仕上げたいなと思っています。それで今日は傘のシェイカーモールドを、これですね、ちょっと結構年季が入ってきたこのシェイカーモールドを使って金魚とアジサイ両面ちょっと楽しめる感じのものを作ってみました。こっちにね金魚が入ってますね。どっちから見ようかな、水色から見ようかな。金魚誇張さん、お花のところでちょうど黒いデメキンが見えんかなと。渦巻きとちょっとさぷくぷくのこのホログラム入れたんやけど、それがちょっと結構ちょっとド派手に見えるそしてちょブルーと透明の2色のオイルを入れています。これはね
こっち、あ、こっちから見たらちょっと2色に分かる。上が透明な感じになっています。こっちね、こっちから見てもあんま分かんないね。余計に、ちょっと待って、黒っぽく見えるよね。何か、なんか白っぽい背景で持ち上げた方がいいのかな。ティッシュとかしかないやつ、こうやった時に光にかざされた時の方が可愛い、ね、メガネ止めであのスワロー一粒つけました。あとチェコビーズと、まあ、アクリルビーズとでちょっとアジサイ色の雰囲気のでもちょっと水玉あの雨な感じの水玉の雰囲気をちょっとチャラチャラってつけ上に雨降ったじゃん。どうせ無理じゃねえか。しています。なんかね、アジサイのブルー。こう、透かして、光に透かしてみると、こういう感じね。じゃあ、こっちが、金魚ちゃんね。はい。こんな感じに仕上がりました。ほんで、ちょっと、チャラチャラして、かかって、しずく。こういう感じね。あとで横向きからもちょっと撮りたいと思います。はい。はい。では、こっち向きかな。せっかく金魚のね、ピンク、ちょっと赤っぽくしたんですけど、なんと星の雫じゃない、宝石の雫のカラーを、ちょっと前に買ってたくすみカラーの感じを使ってきました。和風の、このね、金魚さんとかが和風な感じだったので、和なこう色に仕上げた方がいいのかなと思って、ちょっと、くすみカラーの、なんて言うんですかね。ちょっと和な感じになってきます。なんかもね、キラキラと、あの、つぶつぶと入っています。うずとね。と、ぷくぷく。こっちはちゃんと金魚も見える。あの、ブルーのお花で隠れてしまった。こっちがですね、ピンクの、アジサイが入っています。なので、まあ、透け感があるアジサイ。ピンクと、なんだっけ、白だったっけ。のアジサイと赤のちょっとポイントにね、赤っぽいお花入れてみました。この子もちょっとスワロー。この子はピンク。このメイン。と、チョコビーズとアクリルとスパンコールとでちょっとシャラシャラって。ちょっとね、一見、アジサイっぽくも見えたらいいなと思ってこの色にしたんですけど。それで、でもちょっと雨の雫っぽく。と、やっぱり揺れる感じが可愛いな。もうこっちが暗くなっちゃったよね。でもちょっとこうやって持って透かしてみると見て持ってね透かしてみるといい感じにできています。あとでこう手に持った感じを一個ずつ撮影しようかなと思っています。はい、今日はこんな感じで2つ出来上がりました。シャラシャラして可愛い、可愛くできました。ちょキーホルダーな感じですけど、もうバッグのとこにちょっとピッて引っ掛けて楽しめると可愛いかなと思うんですけど。可愛いよね。はい。こっちはアジサイ。なんでこっちもアジサイ。両面ね、楽しめたらいいかなと思って。こっちは、透明感はそのまんまあって、アジサイとお魚。このうずうずの波紋のねフィルムが入ってたのでそれを使ってみました。でもねぷくぷく、こっちはね魔法のオイルの透明を入れました。普通に置くとなんか黄色っぽく見えて、ね、このあの葉っぱに反射して、こっちはブルーがすごく黒く見えるよね。カメラ越しに見るとなんでこんな、ちょっとね肉眼ではまだブルー青いあのお色が入ってるのか分かるんですけど、できた。普
通にさ、もう透明入れた方が良かったな。どこかで販売もしようかなと思ってて、この子たちをあのブックマーカーに、シャラシャラのねブックマーカーにしたいなと思って。もう季節がね、やっぱ夏っぽいからね、子たちを仕上げて、この子と、どこかで、あと猫ちゃんと、ね、出せたらいいかなと思っていますが、ちょっとはかどるかわからない今は交換会の準備をしていきます。はい、では今日はこの辺で、次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。グリーンオーシャンさんのワクワクコンテスト2024ワクワクコンテストで、このアヒル隊長アヒル隊長のこれがアイディア賞をいただきました。ありがとうございますあの福袋の資材で作ってみたっていうところで、アヒルちゃんを入れて作ったところですね。ちょっとこの窓のとこから見えるようになってるんですけど、でも放置してるとアヒルは沈んでいっちゃうかな。はーい。飾っています。